ITX 青春は、韓国鉄道公社の列車種別。2012年2月28日より、中央線、京春線で運行を開始した。当種別の登場は2010年12月21日の京春線の電化沖に、カーイルが巡航速列車を導入することを決定したことによるものである。号と同等の一般列車として設定したため、 ソフト面では、首都圏電鉄区間を走る列車であるにもかかわらず他の地区の一般列車と同じように取り扱われる。そのため首都圏電鉄用各種フリー乗車券で乗車することや、首都圏電鉄との投資運賃計算ができない。また、立山駅や清涼里駅における多路線や、KTX との乗り継ぎ割引もできないようになっている。 定期券も首都圏で円鉄用の定期券では利用できず、専用のものが設定されている。2017年5月1日より2018年3月22日まで、京府線立山駅大対期間でも運行されていた。運行開始に伴い一般列車用の停車ホームに、停車する駅では、ホームに専用の乗り口が増設していた。料金は、狭ウル号運賃を適用。 ITX 青春という名称は2011年9月25日まで行われた公募によって決定された。ITX とは、インターシティトレーンエクスプレスの略で、都市間巡航速鉄道を意味する。青春は電化以前に軽春線で運行されていた、無群ファ号、トンイル号の始発、終着駅である清涼里駅と春線駅の頭文字を取ったものだが、 さらに若者の思い出を連想させるものとして、多層的な意味を内包している。ITX 青春列車には2000番台の列車番号が設定され、2001から2032は、辰山駅発着、2051から2070は、清涼里駅発着列車に当てられる。また、辰山発の最速立列車には2101から2102が当てられる。停車駅に関しては、 下の表を参照。なお、警府線系統には4000番台が設定される。達山路両津新道林水原平沢、天安隊長松室院大田。ありがとうございます。